ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。はい、今回は八王子ゴルフというインドアゴルフスタジオに来ました。ということで、ここではあの安ゴル TV でもおなじみのバッサンがレッスンをしているというところで、私あのランバンスポール様 の対戦でもバッサンと勝負して、まあ、負けちゃったんですけど、やっぱバッサンのプレースタイル見て上手かったし、やっぱちょっと聞きたいこともたくさんあるので、今回ちょっとスタジオにお邪魔しました。ということで、ちょっとなんか行ってみましょう。 QR? で開くみたいで、ちょっと行きますね。はい、おーすごい。ちょっと見たらそこにいるんで、じゃあすいません、もう出てきちゃってるんで紹介します。バッサンです。1! バッサンゴルフの翼です。すみません、今日はありがとうございます。来ていただいて、わざわざ八王子まで、うん、後で設備見てほしいんですけど、綺麗だし、はい、すごいです、スタジオが。ご一数ですか？ご一数です。駅から徒歩3分で、朝の6時から深夜1時までやっております、よければ。無人で、はい、あれですよね、QR からして。あ、そうですね、QR コードで、まあ、会員になっていただくと、もうその時間帯だったら何時に来ても大丈夫っていう感じでやっております。行き。ありがとうございます。これね、あ、そうです。これでもチェキラー見てる人は分かると思 う、ね、これ森さんから送っていただいて、東洋商店様の使ってるということで、はい、すみません、はい、今日はえ、うん、あ、ちょっと軽くご説明してもいいですか？あ、お願いします、はい、一応これ今一番ルームで書いてあるね、はい、いつできたんでしたっけ？2月2日オープンです。お、じゃあまだ3、4ヶ月そうですね。で、ここが2番ルーム。基本的にマンツーマンなんですか、はい、レッスンは？いや、グループレッスンですね。でもマンツーマンもできなくはないっていう形でやっております。5番は左打ちも、左用の方も大丈夫なんですけど、はい、このような感じになってます。すごいよね。でこちら5番はこういうふうに完全に個室になるっていう形です、はい、だからちょっと見られたくない人とかはこちらに来ていただいて、でこっちが4番ルームで、はい、こちらがゴルフゾーンの2ビジョンプラスっていうのを入れてまして、これはもう傾斜がかなり動いてですね、もう、あと210何コース世界のコースが入ってて、すごい、そこが回ることができると。で意外とここバンカーなんですけど、ここにボールを置いて打つとバンカーの調子が上がります。本当に上がるんだ。あ、本当に上がります。これなんで色違うの？これは柔らかさが違って。あ、本当だ。ちょっと若干硬い。そうですね。硬めの、ちょっと硬めが好きな人はこっち。柔らかめが好きな人はこっちなんですけど。すごい。どっちも練習できるんですね。はい、柔らかめだとこう沈むんですよね。あ、本当だ。すごい。全然難易度が変わります。はい、本当に上達するんだ、はい、これも。これは本当にコースの前とか回ると結構イメージも出ますし、 あと出球のコントロールしないとやっぱダメなんで、シミュレーションはなんか試合前とかラウンド前すごいいいかなと思います。はい、すいません、本当ありがとうございます。でここトイレで一応着替えもできます。はい、はい、で一応ちょっとお酒の持ち込みはできないんですけど、お酒をここで買って飲んでプレーすることもできます。すごい、はい、めっちゃいいじゃん。マイチさんよければ。行きですね、これは。今日はいいですか？今日は大丈夫。あ、大丈夫ですか？ちゃんと女子が好きそうなね、レモンドとかもあるよ。あ、そうなんです。で、まあ、カップルの方とか、夫婦の方とか、まあ、お子さんと来てる方もいるんですけど、結構飲んでやられる方もいます。楽しそう。だって1時まで空いてるから。っていう形で、ちょっとここは練習器具などがこういうふうに置いてある感じですね。ありがとうございます、豊洲商店さん。私普段は短パンではないです。ちゃんと長ズボン入ってます。今日はちょっとすごいさ、気にしてねえ、あ、本当ですか、はい、ちょっと YouTube の感じで可愛いです。ニューエラーですもんね、バスさんは。はい、ちょっと新しいやつ、これすごいいいですね。ニューエラー最近すごい可愛いしね、はい、いけいけね、はい、っていうことで、はい、八王子ゴルフの紹介ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ここからはちょっとレッスンの方させていただいてよろしいんでしょうか？お願いします。前回回らせていただいて、
僕が言うのは何なんですけど、スイングも綺麗だし、あのパターもうまいし、アプローチもうまいし、僕の中ではアイアンもうまいなと思ったんですけど、自分ではなんかあんまり、はい、全然ですねっていう感じですか。はい、あの時たまたま僕があのパターポンポンって入ったんで勝てた感じなんですけど、いや本当にっていう形でして、で、はい、っていう形でして、僕、はい、今日教えることあるかなって。ありますよ、いっぱいあるのでちょっと聞いていきたいと思います、はい、っていう形でよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。ちょっと久しぶりに、まあまあまあ最初はね、久しぶり、久しぶり、私めっちゃ久しぶり。なんか結構レッスン受けてる感じなんでね。受けてるんですけど、うん、なんか頭って考えてることと体の動きって全然違うじゃないですか。違いますね。やろうと思って、私すごい左に引っ掛けるのが嫌すぎて。あー、なるほど。もう全部構えても、あーこれ絶対左行くわとか。あ、それはちょっと思ったっすね、ラウンドしてて。思いました、うん、全部右出すなと思いました。そうなんですよ、うん、で左行ってもいいやって思って打ってもほとんど本当に左行くから。あー、なるほど。何ですか、撮影時とかは、はい、もう右向いて曲がってもいいやくらいの。あ、そうやって打てたんですか、あれでドロー打てたんですね。はい、でもやっぱな2ホールくらいは結構巻いてたから、出たこれと思って気持ち悪いと思いながら。あ、そうなんですね。そうなんですよ、やっぱ回ってるとそんな感じしなかったですけどね。え、本当ですか、うん、いやなんか綺麗なドロー打つなって感じの。わあ、嫌なんですよそれが。ちょっと、うん、やっぱドローですね、完全に。そうなんです、はい、で、ちょっと意識するとこれが出るってことですね、うん、私が今までレッスンしていただいて、はい、まあ、森さんのやつが一番あのなんていうんですか、しっくりきたというか、一番こう初めてこんな熱く当たるんだとか、はい、いろんなことを感じたけど、はいはい、やっぱ分からなくなっちゃうし、あ、はいはい、あのあれですよね、これで、はいはい、で一応これの注意点があって、これ外圧こうずっとかけてるじゃないですか。でここからこう低くこういくじゃないですか、はい、でこの時に左足の切り返しがめちゃくちゃ大事で。左足、はい、左足のかかとの切り返しが消えた瞬間にチーカプッシュでんすよ。左足のかかとの、はい、このここでのクッて、こっちで切り返すことなんですよね、この大事なポイントが、で結構やっぱこっちに意識行きすぎると左足が消えてしまうと、こっちから要するにこう来るんで、はい、左に行くか、最初はもともと多分左に乗ってる人なんかはこれで噛み合うんですけど、こっちにずっと意識いってるとそれで右にペラるんですよね。あ、だからこの場合はやっぱりこう左足でしっかり踏んで、で こっちに行くエネルギーと左足の踏むエネルギーでここで引っ張り合いが起きていい動きが出るっていう。え、ちょっと待って、やりたいです、はい、けど待って、できないかも私。いや、できますよちょっと待って、可愛いんで大丈夫いやいや、今こう、はい、私だから多分こっち動かないですもん、一緒にできない、手しか動かない、はい、っていうかちょっと待って、え、逆、いやいやいいんですけど、これ大事なポイントって指先じゃないですか、うん、こうやって握る、こうやって握ってます。教わりました、教わりました。でも私こうやってやってたね、確かにそれだと多分いい動き出ないですよね。そう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 、それと左足のかかとのこの動きで、この動きで、そう、左足はこっちに行くエネルギーで、そっちはそっちに行くエネルギーで、ここでやっとバーンって引っ張り合いが起きてて、合ってますよこれ。あ、合ってる合ってる。あ、ないこれ私多分。うん、でこれがないと右サイドで全部こうなるんで、結構もうこっちだけにこうやって。はい、そうすると調子悪くなるんですよね。最初はいいんだけど、はい、だからこれ必ず左足でこう踏む動きは。僕は必要だなって今感じてて、でそこで引っ張り合いを感じた時にめっちゃいい球出るんです、こっからっていう。
そうそうそう。で、あれ左足が動かない。え、なんでだろう。ちょっと見てて。動かして。私はこうだからこっちに乗る感覚がない。全部それ今までみんなに言われたんですよ。こうなってるから。こうですよ。こう大丈夫ですかって。大丈夫です。大丈夫です。そう。そう。こっからトントントン。トン。そう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 。トン。そう。トン。うん。これさっきずっと見てたんですけど、ちょっとここ映していただいていいですか。クラブパス全部インアウトだったんですよ、うん、はい。で、確かにこの動きだと左に打とうとした時に絶対巻くんですよね、はい。で、意識しないとちょっとプッシュアウトみたいな。で、これを左足でしっかり踏むことによって、左足踏むと手って左サイドに抜けてくるんで、こっちに抜けるとこですね。そう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 、これすごい大事だと思いますよ。そのここのなんか自然だもん、ね、この左のかかと。練習しました。練習しました。しましたね。うん、練習しました。どうぞ。ちょっと待ってください、はい。で、両手でやったら、そうっすね。で、こう。そう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 。で、マイチさんはもうちょっとこっちを、こっちにエネルギー出した方がいいと思います。こう。そう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 。そうすると左足とここですごい引っ張り合いが起きるから、あ、めっちゃいい。待って、めっちゃきつい。あ、きついんですよ。使ってないんだ。使ってないんだ。使ってないのかもしれない。きつい。なんでだろう。これにするとちっちゃいトップで飛ばせるんですよね。あ、ここまでいかないですもんね。うん。だから、あの、海外の選手とかこういう感じに見えますよね。あ、すごいこうちっちゃい、ジョン・ラムとかもそうです。ちっちゃいのだけど、ここで左足めっちゃこうなるんです。そうそうです。で、ここと手とここがもう反発し合ってるんで、あ、だから飛ぶんだなっていう。こう、もっと左足踏んだ方がいいと思います。ドン。こう。そう。あ、めっちゃいい。こう。ドンドンドン。そうで、左足踏むことによって、おかしくないです。おかしくない。めっちゃ動かしてんだけど、こうやってほら、極端に言うとこういう感じです。で、こう常に、まあ、あの、森さんが真一さんに教えてるのちょっと見たんですけど、まあ、ちょっとっていうか結構見たんですけど、ちょっとだって言い方おかしいんで、すごいこう来るじゃないですか。はい、もうエネルギーが。グリップエンド下にこうつけろって言われる。そうですよね。で、あれもやっぱこっちで全部切り返しを起こしてやらないと、あ、手で意識いくと危ないなっていう印象ですね。で、なるほど。あの、まあ、これからはその左に振っても左に行かないっていうイントゥインにした方がいいと思うので、だから、まあ、今ちょっと触りはこれなんですけど、こっからこっちに行った方がいいですよね。振りたいですね。うん。でも、これも手の意識だけだとちょっときついんですよね。あ、そう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 。そう。どうどう。いや、だいぶいいっすね。音鳴ってきた。うん、そう。まいつさん、踏むの下手ですかね。もしかしたらちょっと。私全部こうなるね、基本的に。ああああああ。そっちですね。で、だからこっちにやれって言われても、いつやるのこっちにみたいな感じで。いや、結構早めでいいっすよこれ。左のかかとだったんですね、うん、ちょっと貸してもらっていいですか。どうぞ。すいません。そう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 。で、これをちょっといいですか。これをもっとこっちにちょっと一回踏んでください。ここからかかと、そうで、こっちの引っ張り合いですね。かかととここのこう。そう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 。で、それを下まで行ってください。こう。あ、めっちゃいい。そう。え、うまいよね、バッサンのがやっぱやってるのか。そう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 。はい、そうするとめっちゃ背中の筋肉とかめっちゃ使うん で、これで飛距離も僕はすごい伸びましたよね。かなり、はい、やっぱそうなんだ。マイチさんやっぱすぐこっち行っちゃうから。行きます、うん、もうちょっとこっち出した方がいいと思う。こっち？そう、そっちで、そう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 。そう、ただ背中がすごい張り感が出てくるので、はい、かなり。そう、ここやばいもん。ここっすね。ここ、うん、そう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 。
ここの張り感やばい、あとここもすごい。そう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 、めっちゃいいめっちゃいいっていう感じでちょっと打ってみてください。今の感じで打てばいいんですね、イメージも。まあ、まず左足の踏み込みは必要ですね。そこで。え、違う？いや、いいっすよ。もっと踏めると思う。こう。うん、そうそう。ちょっとヒールアップしていいと思う。そう。こう。あ、いいいいいい。ちょっと待って、分かったか。ちょっとヒールアップしてもいいですか？はい、大げさに。そう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 。おお、どう？はい。で、そういう感じだと今のなんかもそうなんですけど、一個溜めがあるんですよね。ありますね。ここですって右向いてる時間が長いというか。ここでこうなんかどうしようとかがなくて、そうそうそう、クラブが走る感じがする。惜しい。あ！で今のはこう、そう、かかとに釣られてこっちが消えちゃったんで。こいちゃった。あ、引っ張り合ってないってことですね、うん、もうちょいですね。チェケラーゴルフをご覧の皆さん、どうも今日はありがとうございました。どうぞ。バッサンの個人 YouTube もあるんですよね。はい、バッサンゴルフで一応やっておりますので、安ゴル TV の方にも結構出てますけど、はい、個人チャンネルでもやっているということなので、はいはい、ちょっとインスタの方もやってみてください。めっちゃフォロワーもいるので頑張ってますので見てます。一応あの八王子ゴルフというあのインドアをちょっと仲間と今やってまして、で、まあちょっとずつ会員さんも増えてきまして、で先ほども紹介したんですけど、ゴルフ場のいい機会が入っているので、あのもしあのご興味ある方は来ていただけたらなと思います。で朝の6時から深夜1時までやってまして、でプロもあの在中してますんで、はい、もう1名のプロもあの PGA のティーチングプロで、はい、あのいい方で優しい方なので、まあ、私も優しいのでぜひ来てください。はい、それではチェケラー、チェケラー。